ガンダム、ガンダム、返事をしなさい、ガンダム。なんでお前はそんな反抗的なんだよ、ガンダム。それだー、それだ、それだ、それだー。全部そのナムセのせいだ、チッカー。お、渡辺ガンダムってなんだー。おー、いいじゃないか、キラキラネームで。いいわけねえだろ。今日も全部ぶちまけてやるよ。俺だけじゃない、妹と弟の分もな。ああ、渡辺ドラミと渡辺ハム太郎の分だよ。何がいけないんだよ。名付けのセンスいかれてんだろ。お前近所でファンタジー作家だって言われてんだろ。お前たまって聞いてる、何なんだよ。こっちはおじいちゃんやおばあちゃんの反対押し切ってつけてんだぞ。押し切ってんじゃねえよ。初めてということで、あ、はい、それでは初心者でもできるヨガの方をやっていこうと思います。まずは畑野さん、ヨガで一番大切なのは何だと思いますか。何だと思いますか、すぐ答える。呼吸、違う、それだけじゃね。ヨガで一番大切なのは、うん、体の動きです。やっぱり初心者ってなるとね、ヨガのポーズでとどまっているのすごく辛いし、筋肉をすごく使うんですけれども、その体を感じること、体とのコネクションを持って、見てろ、この野郎。体とのコネクション。厳しい。え、ヨガってこんな厳しいんだ。そして呼吸を意識しながら、何も考えずにやっていくことが大事になります。その辺を意識してやっていきましょう。やっていきましょう、勉強する。はい、なんか。たかし、たかし、急に入ってくるなよ。まだこれ何？あ？これ何？知らない。知らないの？じゃあここに乗ってるこれは誰？新進気鋭の次世代ラッパー、本誌初登場。むき出しのリアルなリリックが話題の等身大ラッパー。いや、ごめん。ごめんか。会社辞めてラッパーやってんの。黙っててごめん。あんたがこそこそ何かやってたことぐらい知ってたわよ。え、それ俺の。50万回も再生されてるのね。あ、いや、あ、すいません、あの息子が迷子になっちゃったみたいで探してほしいんですけれど。落ち着いてください。息子さんはどの辺で迷子になられた。7階の CC 車で僕が好きなもの買ってる間どっか行っちゃったみたいで。今館内放送しますんで、息子さん必ず探し出します。安心してください。私はすぐ見つけてください。お願いします。息子さんはおいくつですか。3歳です。3歳の男の子、はいはい、お名前は。ティルシです、はい、あ、ティルシです、ティルシ。あ、お名前は。だティルシです、ティルシ、ティルシです。あ、ティルシ、ティルシです、ティルシ、ティルシ、だティルシです。ティルシー、ティルシー、ティルシー、ティルシーです。今、ティルシー、ティルシー、ティルシーです、ティルシー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 です。ティルシー、ティルシー、ティルシー、ティルシーです、ティルシー、ティルシー。ちょっと、ハートじゃない、佐々木ティルシー。はい、佐々木ティルシーです。佐々木ティルシー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 。はい。はい、よ、スタート。あれ、タメ口、どこの学校進学するだっけ。俺はね、厚生高校ね。ああ、厚生高校か。あ、え、ちょっと待って待って。え、じゃあ、タメ口さん、あるからさ。高生、高生、高校生じゃん。じゃ、なんだそれ。やば、高生、高生、高校生。ちょっと待って、高生、高生、高校生。高生、高生、高校生だ。やば。あ。うるせえ。誰今、高生、高生、高校生って言って働いてて。誰？高生、高校生ってはしゃいでたやつ。はしゃいでたよな。高生、高校生。誰？高生、高校生。高生、高校生、高校生、立ち上げてたよな。お前、高
生高生高校生が2人出てるけど誰お前高生高生高校生が2人出てるちょっと待って、悲しすぎるわ。ちょっと待って、何これ、何これ、悲しいんだから、ごめん、なんで止めるの。何これ。いや、俺思い出。思い出、これ。思い出コントだね。これ、本当にあったやつ。本当にあったやつ。ちょっと待って、これはやばいって、これは。浜松凱旋してこれをやるの。コーナーのタイトルはこちらです。浜松凱旋こちら、僕たち。まあ、浜松出身、浜松大好きな僕ら、塚本、佐々木2人がですね、八木さん、田口さん、2人に浜松クイズを出題します、はい、最初のクイズはこちらでございます。思い出、当てまいか、当てまいか。毎回、あ、はい、はい、あ、分かんないけど、毎回、毎年、花火大会を2人で見に行った。あー、違います。あー、違う。お、あ、ダブル。富士山。違います。分かった、はい、2人で毎年お正月に初日の出を見に行った、うん、正解、はい、ちょっと初めての凱旋ライブだったけれども、はい、ね、皆さんいかがでしたか、ね、はい、浜松さんどうですか、なんか楽しみ、楽しみました、はい、楽しみました、うん、ちょっと本当に皆さん今日はありがとうございました。また次回ね、うん、やれるように頑張りますので、はい、皆さん、ぜひよろしくお願いします。